えー、ジムですね。えー、シンボルの将来性はあるのか疑問です。実用されたとして、他のトークンと比べ優位性ありますかえー、自家総額で上位返り咲きの可能性はあると思いますかえー、ジムは僕はあると思います。というのはコミュニティがある程度しっかりしているのが、あの、ネムのね、あの、チームなので。えー、で、まあ、例えば、えー、ブロックチェーンプラットフォームっていっぱいあるじゃないですか。えー、その中で、えー、いきなり日の目を見たのはソラナっていうプロジェクトがあるんですけども、もう、イーサリアムキラーと言われててですね、イーサリアムを使ってた企業をどん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  あのソラナプロジェクト、ソラナエコシステムの方に、えー、こう巻き込んでいった成功のプロジェクトがあるんですけども、えー、そこまでやるかどうかの話ですね、えー。ボトムアップ的にこれいいよねって広がるのは限界があるのが今のマーケットなので、そのシンボルの、えー、投資家って誰なのというところが、えー、肝になるんじゃないかなと思います。今のところシンボルをすんごくプッシュする大手の取引所、海外取引所ってあんまないですよね。なので、個人的にはね、ちょっとなんかシンボルってなんかあんまり抱き込めてないのかなっていう感じはしますね。それかあの他のプロジェクトが、えー 抑え込まれすぎていてい他のの銘柄ためになのでシンボルさんがそのそのどん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 こう後で後で後でみたいな形に、えー、なんかこう席がねあのー、なんか押されてるのかなっていう感じはします。えー、そううでですすねこんばんんばははは弱いいと感じますがが伊藤さんはいかかしょうかっていうね今ご質問いただきましたけども基本やっぱネムとかシン,あのシンボルっていうのはそのコミュニティで、えー、ここまでのし上がってきたものなのでなんかマーケティング的な、ね、あのいわゆる上からトップダウンであの採用させるっていう強制力ないですよね。 その強制力で言ったらリップルとあのフレアですねスパークトークンって強制力あるじゃないですかいきなり日本の会社が全部採用しますって言ったりちょっと待ってくださいって言ったりこうバタバタしながらもなんとか採用させるように動いていくわけですよああいうのがあの市場を動かす強制力なんですけどもネムとシンボルはあのかなり綺麗にやってるのでその今の仮想通貨のマーケットからするとおちょっと弱いと言えるかもしれませんがあのブロックチェーンの思行からするとトップダウンでやるプロジェクトってちゃんいいのかなっていうねそのあの非中央集権的なのが売りじゃ じゃなかったのっていうふうに考えると思想を守ってるのはネムの方なのであのそれはもうコミュニティは強いと思いますよなのでどこかで目は出ると思うんですけど今のタイミングだとちょっと環境が難しいかなと思います。